今日の関東は雲が多く肌寒い一日となりそうです。まず現在の気温の状況を見ていきますと、こちら関東は黄色の表示、15度以下となっているところが多くなっています。東京は 14.4 度、そして横浜 14.7 度、そして千葉については 14.3 度ということで15度を下回っています。この後も日中の気温の上がり方が鈍くなります。この後の気温の変化見ていきますと、8時から気温の予想を見ていきます。今日は雲の多い天気となるため気温の上がり方が鈍く、14時頃の気温を見ていきますと、このオレンジ色の表示ですね、20度以下の表示となっています。こちら関東周辺では17度から18度という最高気温で、11月上旬から中旬並みの気温となりそうです。そして天気についても見ていきます。こちら今日関東の天気ご覧いただいていますけれども、全般に湿った空気や前線の影響で雲の多い天気となりそうです。特に千葉県周辺、外房周辺を中心に湿った空気の影響で雨の降りやすい時間帯もあります。今日は雲が多く肌寒くなりますので、暖かくしてお過ごしください。